この表はマイクロビットの動作表です。まず送信側のマイクロビットを水平状態にして前の方を下に下げます。で、矢印は前方向に矢印を表示させて、番号は1番を表示します。送信します。それを受けた受信側では自動車を前進させます。2段目です。水平状態に持ったマイクロビットを手前の方を、後ろを下に向けます。これで矢印は手前方向に向きます。2番を送信します。自動車はこれを受けて自動車は更新します。右に傾けた状態で矢印は右、3番を送信して自動車は右旋回、左に傾けて矢印は左方向に向けて4番を送信します。で、これを受けて左旋回、水平状態に持った状態で×印を表示させて、送信番号は0で、0を受けたら自動車は停止させます。それではプログラムを作っていきます。まず最初だけ、それから、無線の中から、グループ1、無線のグループ1を選びます。はい、これだけ。それから次は揺さぶられた時というのを選びます。で、これを切り替えて、ロゴが下になった時、つまり上向きなんですが、ロゴが下になった時、LED の表示を選びます。はい、LED の表示、矢印は前向きです。はい、それから無線の中から、数字を送ります。これが1番を送ります。前方方向1番を送ります。はい、コピーして、今度は矢印は後ろ方向ですが、はい、後ろ方向です。2番を送信します。コピーして、それから今度は右に傾けた時で、矢印は右方向です。はい、右に傾けた時右方向で3番を送信します。コピーして、はい、次は左に傾けた時、矢印左方向、4番を送信します。はい、コピーして、今度は、水平にした時、×印の LED を表示させます。×印ですね。はい、これで以上ですが、はい、0番を送信します。はい、これで以上です。これを送信側に書き込みます。
それでは、マイクロビットカーの受信側のプログラムです。でまず、最初だけ、無線のグループ1を決めておきます。送信側1、受信側も1、次に、受信した番号の、入れ物を作ります。これは受信した番号、レシーブドナンバー、変数は、入れ物箱です。名前をつけて動作という名前で箱を作っておきます。はい、箱ができました。で、この箱の中に受信した番号を入れます。受信した番号を動作という箱の中に入れます。はい、それからこの箱の中に、どういう番号が入ってるかですが、まずは分岐のブロックを入れて、それから、動作の箱の中身が1の時、これは前進ですよね。それで、自動車の、タイヤの回転方向を決めます。まず出力端子、1つのモーターに、2つの端子、右左、合計4つありますから、4つ先にコピーしておきます。はい、それで、11番と12番が、右側の、動輪車、12、13、14ですね、13、14が、左側の車輪で、1010が、前進ですから、500、500、ちょっと回転を落として500、500にしておきます。はい、同じ端子を制御しますので、これはコピーをしておきます。コピーをするのに、一括コピーをするので、ちょっとこっち、これを、ずっとを借りてきます。それで、コピー、それからコピー、これ一括コピーです。はい、一括コピーして、でこれを使います。はい、これが前進です。これは削除しておきます。1個増やして、それからここをコピーして、変数の箱の中が2の時は更新です。後ろ向きですから、1010が0101に変わります。ここは0、1のところは500にします。500です。0500、これで更新です。両輪とも後ろ回転です。もう一つ増やします。コピーして、今度は、3の時、動作という箱の中身が3の時は、右旋回ですから、右側の車輪を止めて、左側を前進回転となります。ちょっと不要な、ちょっといらんのを削除しておきます。で、右
右側の車輪を止めます。右側の車輪を止めて00で、左側を前進回転にします。そうすると右旋回します。1個増やして、それからコピーして、はい、コピーして、それから今度は1233番の時、4番ですね、4番の時は左旋回ですから、右側前進、左側停止、左側の車を停止させます。これで左旋回、はい、それ以外の時というのは0の時ですが、これが停止ですから、端子はすべて0、これで停止です。00、00、これで停止。プログラムは以上です。ちょっと不要なのを削除しておきます。はい、以上です。自作のマイクロビットカーです。センサーはついていません。前回転、後ろ回転、前進後進だけできるようなマイクロビットで作った、自動車です。それではテストします。まず水平にして×印、停止です。傾ける方向に、車体が旋回します。前方向、前矢印で前方向、後ろ矢印で後ろ方向、×は停止、右矢印で右方向、左矢印で左方向、はい、前進です。